アニマルハウスへようこそ、園長のゆうきです。はい、というわけで本日はですね、うちにいる小動物たちを集めてみんなでお菓子パーティーを開きたいと思います。イエーイ。はい、このインコちゃんたちが食べれるこんなクッキースティックっていうのもあったので、今日はこれをインコちゃんたちにね、食べてもらいたいなと思います。めっちゃ気になってるね、見てるもん。はい、まずはですね、小鳥ちゃんたちにこのクッキースティックをあげてみたいと思います。あら、この子はもうね、いつもこうだから。気持ちいいの。はい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 、お菓子ですよ。クッキーのめっちゃいい匂いがする、甘い、絶対美味しいよこれ。開けてみるか。はい、早速開けるよ。こんな感じでちょっと砕いてみたので、どうですか。そう、親指。ちょっと食べたじゃん。どう？美味しい？甘いよね。で、次。ほら、お菓子だよ。食べてる食べてる。ピーコちゃんの方はちょっと控えめだったけど、少しは食べてくれてよかったです。美味しかった。よかったですね。はい、ごちそうさま。はい、そしてその他にですね、小動物ちゃんたちに用意したおやつはこちらです。ブルーベリーヨーグルトのウエハーっていう、色が綺麗、こんな感じの色。美味しい、普通に食べてみる。いらん。そしてこのかじってグラノーラってやつ、こんな感じのもの、結構硬いから本当にハムちゃんとかリスちゃんとかにはいいかもね。で、みんな大好きドライフルーツ、結構いいのあったから買ってきました。まあ、昆虫食食べる子たちもいるので、コオロギとかミルワームとかですね、ミックスされたおやつを買ってきました。その他にもいろいろ野菜ミックスとかもあったので、そちらをみんなで今日はパーティー形式で食べてもらいたいなと思います。はい、続いてチップちゃん、シマリスのチップちゃんです。今何食べてんの？これ芋。お芋をあげた。人参。いい音だ。
しいですか？チップはこの野菜ミックスも好きだったみたいね、チップ、うん、チップチップ、あんたどうなってんの素晴らしっこすぎるね。そうそうそう、すごいんだよ、もうあちこち行ってね。はい、うちにいる小動物たちを一斉にテーブルに集合させてみたんですけれども、結構みんな仲良くおやつ時間を過ごしてますね。あれ？キンクモハムスターのさ、うん、オカルト映像がいっぱい撮れたそれが大好きみたい。あ、そうなの、それが入ってんの、ほっぺに。ほっぺたのものが全部出てきたんだけど、今食べてるやつ全部出てきたんだけど続いてはリチャードソンジリスのおもちちゃんです。久々の登場かなね、おもち。おもちちゃんはね、こう鼻すれのおもちちゃんと言われててね、鼻がすれてるけど元気に暮らしています。小動物ってこうやって手に持って
ハムハム食べる感じが可愛いよね。くるみいたずらしてる。くるみちゃん、あんた何やってんですか。はい、というわけで本日はですね、ここにいる小動物たちをみんな一斉に集めてお菓子パーティーをやってみました。皆さんいかがでしたでしょうか。うちにいる子たちはね、穏やかな性格っていうか、喧嘩はしないのでね、こうやって一緒にできてみんなとパーティーすることができました。ふーちゃんはあんまりおやつ食べなかったけど、みんなとの触れ合いはできたかなと思いますね。で、ももちゃんはね、俺の背中にくっついてんの。いる？はい、というわけで本日も動画見ていただいてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の来園もお待ちしております。バイバーイ。